こんにちは。今日はお料理をしていこうと思います。今日のお料理は、いつも私がやっているお料理ではなくて、いつもね見ている YouTuber さんが作っていたものを作ろうと思います。何を作るかというと、鶏肉のチップスというお料理です。鶏胸肉を薄く切ったものを、味をつけて焼くんですけど、なんかねカリカリ、なんかおせんべいみたいな感じに仕上がるんですよ。でなんかそれがすごい美味しそうだったので真似してやってみようと思います。それで、その YouTuber さんっていうのは、はじめひとりさんっていう60代のおじさんなんですね。で、はじめひとりさんはなんかね温泉に行ったり、あとお料理をしたり、買い物に行ったり、お散歩行ったりっていう、そういった本当に至って普通の動画を毎日なんですよ、アップしてるんですね。でね、本当にこうすごい刺激が強くてすごい面白いとか、そういうのじゃないんですよ。もう本当にこう刺激のない普通の、至って普通のおじさんっていう感じなんですけど、どうしてもね見ちゃうんですよね。なんかね、そういう安心するのかな、そういうこう刺激のない動画って、わからないですけど、そうとにかくそのおじさん結構その料理が上手で、いろんな料理を作るんですよ。それでなんかね、オーブントースター、トースターありますよね、トースターを最近ちょっと前に買ったって言って、それでね結構いろんな料理を作ってるんですね。で今日もその方は、オーブントースターで焼いてたんですけど、逆に私はオーブントースターがないので、オーブンで焼いていこうと思います。では早速作っていこうと思います。はい、まずは材料なんですけど、まずは鶏胸肉1枚、それから塩と胡椒、オリーブオイル、あとはあればなんですけどバジルとかちょっとハーブの葉っぱがあるといいと思います。あと、クッキングシートと、お肉をちょっと叩くのにこういったものがあったらいいかなと思います。コップの底とかでもいいと思うんですけど、なんか棒とかこういったちょっと叩けるものがあるといいと思います。そして私はちょっとね、この辛いものを少しだけ試しに作ってみようかなと思ったので、チリパウダーを用意しました。はい、では作っていきます。まずはクッキングシートをだいたい天板の大きさぐらいに切ったものを用意します。そしてなんかこれにはくっつかないとは思うんですけど、ここに少しだけオリーブオイルを塗ります。はい、塗りました。そして天板の上に引きました。そしてもう1枚同じぐらいのクッキングシート、もう1枚クッキングシートを用意して、こちらにもオリーブオイルを塗っていきます。そしたらこれは一旦置いといて、で次はお肉を切っていきます。こうなんかそぎ切りにしていましたね。後で叩くので、ここでは、まあ、ある程度薄く切る感じで、叩いた時にもっとこうぺっちゃんこにするので、ここではそんなにすごい気を使わなくていいと思います。皮はまたちょっと別の用途に取っておいて、今回は使わないです。
そしたら先にオーブンを温めておきます。190度でやってたかな。それで余熱しておきます。そしたら次はさっきのこのクッキングシートを取り出します。そしてこのクッキングシートの上に鶏肉を、今切った鶏肉を並べます。そしてもう一枚のクッキングシートのこのオリーブオイルが塗ってある方を内側にして挟みます。そしてここで叩きます。これはちょっと響くから夜遅くはやらない方がいいかな。そうだ、もう一つ材料を忘れてました。ニンニクです。すりおろしたニンニクが必要です。はい。そしたら一旦上のクッキングシートは外して、でまずニンニクをすりおろしニンニクを塗っていきます。ちょっと同じ指だとここにくっついちゃうから、なんかね、そのはじめひとりさんはね本当にお料理上手だし、で上手だけじゃなくてすごいね、無駄を作らないんですよ。だいたい家にあるものとかをすごい上手に使って、絶対に野菜でも捨てる場所がないぐらいきちんと使うし、なんかね本当に何て言うのかな、無駄なで贅沢をしないというか。あ、ニンニクで、ニンニクとか触ったら、これは手の匂いが一発で取れます。こういうところにこうやって触ってもいいんだけどね、とにかくこれで手の匂い消えます。そしたら次はお塩を全体に振って、あ、本当は裏表やった方がいいんだろうけど、ちょっとそう、すごいね、なんかね節約というかね、ちゃんと無駄なく何でも使うんですよ。すごい感心します。そして胡椒でね、いろいろやるの。この間はね大福とか作ってた。結構難しそうだった、包むのが。でそう、だいたいそう見るとね自分もやりたくなって、大福はやらなかったんだけど、そう、その前はなんかそのオーブントースターを買った時に、お魚のねホイル焼きとかやってたんですよ。それはね真似しました。で私はちょっとここでバジルをかけます。このあたりはねお好みで好きなハーブとかをかけたらいいと思います。そしてちょっとそして私は辛いのをいくつか、このあたり辛いのをちょっとだけ作ってみます。このぐらいでいいかな。はい、まあ一応裏表全体に同じようにお好みで
塩コショウとかハーブとか、はい、だいたいこんな感じで裏表塩コショウと、バジルと、私はちょっとね一部分だけチリソースをかけてできました。そしたらさっきの、もう一枚のクッキングシートをもう一度上に乗せて、こう挟む形でこれを天板に乗せます。はい、これで190度で、今日のはじめひとりさんはね50分やったって言ったかな。ちょっと様子を見ながら焼いていこうと思います。まずはどうしようかな、30分オーブンで190度でやっていこうと思います。なんかねやっぱりちょっと低めの温度で長い時間じっくりこうやっていったら美味しくカリッとなるみたいです。なんかね食べてる時にカリ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 、本当にねおせんべいのように食べてました。はいはい、では余熱が完了したので焼いていきます。はい、30分に合わせました。190度で30分やってみます。で、焼いている間にソースを作ろうと思います。ソースというかディップして食べるためのものを作ろうと思います。まずはマヨネーズ。はじめひとりさんはねなんかお味噌とマヨネーズとか混ぜて作ってました。私はまずはマヨネーズ、そしてニンニク、まあ、1センチくらいかな、1センチちょっとかな、と牛乳、牛乳を少し入れて、お酢もちょっと入れる。そして胡椒とお塩ひとつまみ。これは牛乳じゃなくてプレーンヨーグルトでもいいです。ヨーグルト入れてもね美味しいですね。牛乳だとどうしてもこんなちょっと水っぽくなっちゃうので、味のついていないプレーンヨーグルトがいいと思います。あとちょっと粉チーズ、粉チーズを少し入れて、このねニンニクがちょっと入ることでめっちゃ美味しくなります。生野菜、スティック野菜とかねつけてもすごい美味しいんですよ。私はよくこれでドレッシングを作って食べます。それからパセリを彩りに入れます。このパセリはなんかね前にパセリをこう一束買ってきた時にしおれちゃったんですよ。それでそれを電子レンジでパリパリにして粉々にしたものを瓶に詰めてます。こうするとねすごい使えるのでなかなかいいですよ。パセリは買ってきてもねちょっとしか使わなかったりするから、例えばオムレツとかに入れて一緒に焼いちゃったりとか、あとは残ったらもうこうやってパリパリにしたのを粉々にして取っとくといいと思います。はい、できました。美味しいかな、ちょっと舐めてみよう。あ、美味しい。これ酢じゃなくてレモンでもいいし、はい、マヨネーズとニンニクと塩コショウと酢と牛乳と粉チーズを今日は使いました、まあ、適当にこのあたりを混ぜると美味しいです。はじめさんがやってたその味噌で作るっていうのもちょっとコクが出ていいと思います。味噌をねちょこっと
たくさんじゃなくてもちょっと混ぜるだけでちょっとしたなんだろう和風の感じがするのかなって思いました。はい、ではお肉が焼けるのを待ちます。はい、もうすぐ焼き上がるんですけど、その間にねこの雑誌を読んでました。これプレミアムって皆さんご存知でしょうか。私は全然本を雑誌を買わないのでわからなかったんだけど、今日ね、コンビニで見つけました。花を飾ろう、緑と暮らそうっていう今日はシリーズです。でなんかねやっぱねこういうのをたまに見るのはいいなって思いました。なんか今はネットで何でもね調べられる時代とか言っても、その検索自体はなんだろうな、自分の発想じゃないですか。なんかこう他人の発想とかじゃなくて自分が考えるその検索ワードだったりするんですよね。だからなんかねこう検索しても結局はこう自分のいつも考えてるとかことしかこう検索できない、他人のまた自分とは全く違った発想がこう入ってこれない部分ってあるんですよね、こうインターネットで検索するっていうことは。だからねたまにこうやってその全く自分の発想ではなくて他人が作ったこういう発想を見るっていうのが大事かなって思います。これはねなんかほら他の人と話すとかね、コミュニケーションを取るとか他人とそういうことでもいいし、こうやって雑誌を買ってきて読むっていうのもすごくいいなって思います。本当にね検索ネットで検索だけだと本当に自分の発想からなかなかこう抜け出せないんですよね。はい、そんなんでちょっとねこの植物の飾り方とか割と参考になるので、こんなのもたまに見るといいなって思います。それでねこのプレミアムっていうのはいろんなそういった生活の身の回りの生活のことを特集していて、なんか面白いなって。バックナンバーも買えるみたいなんだけど、この植物だけじゃなくてインテリアとか気持ちよく暮らす方法とかいろいろ特集してるみたいです。よかったら参考にしてください。ということでお肉が焼けたようなので取り出してみます。うわーどうかな、うわーすごい、なんか色が赤い、すごい。まだ暑いので少し冷めてから食べてみようと思います。できました。結局50分も焼きました。ちょっと焼きすぎちゃったんですけど、これから食べてみようと思います。それからかけうどん、温玉かけうどんを作りました。お昼です。はい、じゃあまずこれ鶏チップス、チキンチップス、ちょっとねやりすぎちゃった。なんかね結局30分のあと、あと20分延長したんだけど、多分ね35分とか40分ぐらいでよかったかもしれない。だってすごい硬いもん。ちょっと失敗。なんかビーフジャーキーみたいな、ジャーキーみたいになってます。カチカチ、もうちょっと柔らかくてもよかったかな。別にパリパリのおせんべいみたいにならなくてもよかったかもしれない。でもね味自体はねすごい美味しい。この塩コショウとバジルとニンニクで焼いて、でこっちはマヨネーズとニンニクと牛乳と酢を入れました。あと塩コショウか。まあこれは合いますね。味自体はすごい美味しいです。でもねもうちょっと
30分35分ぐらいで良かったかなって思います。190度で。はい、そんなんで今日今から温玉うどんぶっかけうどんを食べます。お昼です。はい、では今日はこれで終わりにします。さようなら。うん、おいしい。このカリカリになったところはおいしい。